おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターパトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー眠い。私の家ですね。まあ別に寝る環境が悪い、特別悪いわけじゃないんですけど、セミとか鳥がね、かなり近くで聞こえる家なんです。気分によっては別に普通に寝れるんですけど、今日は寝れない気分でした。いやー、まあでも暑くなってきましたね。言うて暑くなってくるとね、まあアイスが恋しくなりますね。はい、私の冷蔵庫ね、クーリッシュでめちゃくちゃ埋まってますわ。そんなクーリッシュのところで今日はね、ドラゴンクエストモンスターバトルのミクトリー、とんでもないパーティーやってみたいと思います。行ってみよう。今回使うチームはですね、こちらです。HP524 のチームです。マスタードブスキャンなどを駆使して HP を下げつつね、下げました。マスタードブスキャンで HP を下げました。何をやっても524から成長しません。いや、まぁちょっと待ってね、皆さんちょっともうこのパーティー見てね、なんか予想ついてるみたいな感じがすると思いますけど、まぁちょっと落ち着いてくださいよ。HP524 とはいえですね、メタルスライム、ハグレメタル、ギズモトもね、めちゃくちゃ硬いモンスターです。はい。なんで、まぁ、あ、たとえマスターダブルスキャンにおいて HP を下げようが、ね、HP 下げていくからね、こっちマスターダブルスキャンで。上げるべきものを下げてるからね。なんだかんだね、やってくれるんじゃないでしょうかね。HP520、2000の差が出ております。2000の差が出ております、これ。下手するとワンターンキルな気がするんだけど、 HP524 でもね、勝てるってところをね、今から見せていきたいと思いますね。私たちのね、力というものを見せ、はい、そういうこと。ギズモの回避率 30% 族ですからね。はい、ここでね、しかもデインが来るわけですよ。いきます、デイン、はい、よいしょー、オーケー、いいよー。で、メタルスライムとハグレメタルっていうのは別にマスターとかする必要ないんですよ、ぶっちゃけ言えば。スライム使いとメタル使いで能力がかなり上昇するし、使いやすい。その手においてマスターバースキャンでね、HP も315増えるし、能力値もね、力を70ぐらい増えるから、普通に考えたら、中身は言ってない。いやもうさっきのはちょっと待ってください。さっきのはちょっと違うじゃないですか。硬さを生かすって言ってんのに向こうが痛恨出す、向こうが悪い。あれはちょっとね、モンバトンちょっとね、悪いとこテヘペロって感じですよね。モンバトンちょっとテヘペロみたいな感じだったんですけども、ね、今度こそ硬さを証明したと思うんですけど、HP が3250なんですよ、敵の大輝くんって。この一番めんどくせえチームいたしさ、なんだったらあいつブレイクオール持ってるしさ、なんだったらあいつ近く変動持ってるしさ、もうワンターンキルされかねないんだけどね、ねえねえ。一旦耐えたら俺の勝ちでいいだろ、こんなもん。一旦耐えたら俺の勝ちでよくない？そんな地殻変動ブレイクオールを持ってる主人公。なんだよ、このパーティーのメタみたいな。ちょっと勘弁してほしいんですけど。いや、勝てっから、ここからね、勝つのがね、醍醐味ですよ。ね、モンバトっていうのは逆転するのって醍醐味なんですよ。このね、結構なんか、いいとこで運が回ってきたりもするじゃん。そういうのがいいとこなんですけど、いいとこなんだけど、こっから勝つのが醍醐味よって言うて、これはきつくないかい？あ、バギマなんですけど、多分ギズモがですね、100超えます。クラウダメージ。あ、80か。あー、風弱点の割には意外と軽減したな。はい、炎の呪文を打ち出す、おりゃー。メタリンのメラがそこそこ優秀なんだよな。あー、やめてくれ、やめてくれ、俺の HP がそんな400しかないんだよ。おーい、おーい、HP400 も君は削れないのかい？ああ、ちょっと待って、それはあかん。ねえ、硬さ証明したね。ちょっと待って、待って。あ、ハグメタだ。あ、ハグメタに行ったんだ、今。あ、そっか、通行判定だからか。いや、危ないな。ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか、俺。こっからだよ。こっから。こっからですよ、まだ。こっから勝てるよ。ここから勝つのが醍醐味やね。わかる？大輝くん、HP500 も削れねえのか。マジか。マジか、大輝くん。HP500 もいったんで削れないの。もっとやめた方がいいよ。あ、ちょっと待って。落ち着こう。一旦落ち着こう。俺が悪かったから。それは対戦無視はするよ。対戦無視する。はい。
耐性物やずるいじゃん。あ、待って、HP300。こうやって瀕死なんす。すいません、5条ですから、やめてください。5条ですから。本当に5条ですから、やめて。HP264。こっから勝つのが醍醐味よ。わかるかい?ここから勝つのが醍醐味よ。うん。ここから勝つからね。悪いけど大輝くん。俺、こっから勝てる自信あるよ。ローリンソーサー。まあ、クラオーがね、まだ HP 残る。まだだ大ピンチだが俺は諦めない。ここから勝つのがないこれだよ賢者の石でほぼ全開だろ、こんなもん。HP500 しかないですよ。これ使ったらもう全開で、わかる大輝くん。今まで2ターンで削った HP が、ここで全開だよ。今大輝くん絶望してますよ。あのパーティー、HP を全回復したって思われてるで。そう。抜け人に元気のかけを使うもんよ。これってね、抜け人に元気のかけを使うみたいなもんで、あの楽しづらい抜け人を、HP 満タンに浮かさせる仕様みたいなもんやからね。ポケモンの抜け人よ、わかる?おお、まだ、目にも止まらんスピードだー。おい、ナイス!会心連打や、ここや。ここに来て会心連打。本当にあるんじゃねえか、これ。な、本当にあるぞ、これ。本当にあるんじゃねえか?あ、あるよ、これ。やめて。ちょっと、危ねえな。近く変動めっちゃ危ねえ。怖い。いや、でもまだ HP こっち余裕あるよ。こっちまだパーセンテージ言えば、あ、でもパーセンテージ 60% か。まだこっちはパーセンテージ言えば 60%。向こうは 30% ぐらいですよ。わかる?この圧倒的優位分かる ?HP のパーセント帯の圧倒的優位分かるか一気に。きつい。ワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。はい、ここではぐれメタルから、まずヒッターの上で。ここで回心出していこうか。もう一回回心お願い。もう一回回心出して。頼む。301でも。でも301。いいよ。メタリンが続いてメラで400打点取って、これ絶対ゴルゴルいく。お前賢いもん。お前賢いから大丈夫。メラでとりあえず。おすじそれはあかん。あーきつい。待って、 HP 今あの HP の数値で合格。ここから勝つのが醍醐味よ。よけろ。あー、まあ、頑張れ。ちょっと待ってお願いします。ごちそうですから。いや、そろそろ見せるよ。そろそろ見せるよ。はい。これあるか。全員に決まるんじゃない。これ決まるか。はい。せっかくなので一人用のバトルモードもやってみたいと思います。一人用のアーケードモードもやってみたいと思います。はい、魔王を倒せるじゃない。さっきさ言うて3000をさ HP の相手をさ削り切ったってことは、魔王戦もいける説を検証してみたいと思います。よろしくお願いします。いやー、負ける未来しか見えねえな。勝負って本当にこのことだからね。はい、全員よいしょー。ナイスー。よくギズも狙ったね、グレウトオロス。さあ、アースショックが飛んでくる。まあ、全体攻撃ですね。まあ、ここは避けてくれるでしょう。大丈夫、避けれるよ。まあ、力溜めの後のこれなら大丈夫。力溜めの後60かかってないなら大丈夫だ。ねえ、そういうのやめない。ブレスとかずるいよ。ブレスはメタル系に打っちゃダメだよ。いやもうきついんだけど。HP50% を切りました。一旦で HP50% 切りました。おい、嘘、知るんじゃねえか、これ、おい。避けれるよ。やばいな、これ。どうする?ひぃー避けろ。いや、大丈夫。避けれます。行きます。あ、いや、耐えます。行きます。よし !9 で耐えたよ。ほら、来た。HP9 で耐えた。おい。あ、待って、ここはさ、お前そこ力試して、オッケー。なんだこのパーティー。今日神回多いぞ。やったいや、なんかまだいけそうな気がする。うん、まだいけそう。HP369 しかないんで、ここはちょっと守りに使いましょう。で、このパーティーもう一つね、さっき賢者で使ったんですけど、これもあるんだよね。エロいの。あった。これがありますよ。はい。ラビエロでよりね、聖なる祈り。これがね、一旦で450回復するから、相性がめちゃくちゃいいからね。行くぜー。はい、脇見せてけー。これで HP バンって回復するからね。よしよし。これで一旦、一旦369で耐えるのか。クワタック。
いやー、まあ、キャットフライちゃん、やめてほしいなー。おい、ナイス！キーズも30パーの回数生かしてけ。だから大丈夫。水平チョップ怖いな。いや、まあまあまあ、大丈夫でしょ。お、いないよ、そこ誰も。いやいよし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 。いや、まあ、サミダリキャンは大丈夫でしょ。うん。まあ、一旦は耐えたね。おい、ナイス、ギズモ。やばい、ギズモめっちゃ受けんな、今日。で、全回復。相手は絶望してます。そうか。あの、そうか。はぐるみたぶん、ヒットアンダメージしてるから、センダーの祈りまで受け付けなくなっちゃった。そうか。センダーの祈りしてるとさ、はぐるメタル受け付けなくなるんだ。ちょっと待って、今初めて知った。やべ。今日初めて知った仕様だわ。センダーの祈りしたらさ、はぐるメタルヒットアンダメージしたら、いな、あの、回復効果受けないんだ。ちょっとずるくない？ここでギズモ行ったら死ぬんちゃうか。大丈夫か？え？やめよう。そういう雷神波とかいうさ、そういうずるいのやめよう。避ける。66。いやー、厳しい。常にギリギリの戦いだ。これは面白いぞ。こんなん誰も実況者やんねえよ。あいやー、かーでも、いった、とどめで勝てるか、大丈夫、とどめで勝てる。大丈夫。別に、ここ勝ちゃいいから。うん。魔王戦は魔王戦なんとかなるよ。おい、そこ誰もいない。やったー。HP80 ポイント残ってんじゃん。待って、HP80 ポイント残ってる。あ、余裕っすわ。余裕っすね。世界が桃色に包まれる。行くぜ！ピンクタイムー！あー、やった、勝った。なんで勝てんの、これ。なんで勝てる？やべえな、普段より勝ちやすい気がする。なんか、逆転補正かな。おい。おい、ちょっと待ってくれねえか、それは。やべえな、やばいの来るぞ、これ。いや、魔王来たけど。いや、本当に魔王来るか、腕組んでんな、こいつも。4200万か。さあ、魔王オルゴデミーラとの戦いになってしまいました。一つだけ言うとすればね、何をどうしていいかわからない、これはもう。魔王戦、まあね、基本思い出していきましょう。まあ、モンスターマスターとか魔物使いの魔王戦っていうのは、敵の勇気がたまらないから、光のために勇気貯めつつ、敵の動きを耐えればいい。ね、一人プレイはね。そういうね、感じで基本思い出しながらやっていきましょう。大丈夫かな？出るかな？あ、出るね、やっぱり。ナイス。弱点取ってるよ。さあ、問題こっからや。いや、エッキー。それはラッキーだよ。どうしたミス。一体ミスいいんだよな。いいよ。いや、魔王の攻撃どんだけ食らうんだよ、これ。大丈夫かな、魔王の攻撃。はい、で、よいしょ。ナイスー。弱点は取れてる。打点取ってるよ。意外と打点は取れてるのか、俺が見る。相手にしたら良かった方なのか。相手には恵まれてるのか、まだ。さあ。まだノーダメージ。いいよ。まだノーダメージ。いつやられてもおかしくないんだけど。どんな実況者でもこんなバカみたいなパーティーは組まんわな。俺だからできるんだよ。俺だからやる。仕様を理解しないとこんなチームも組めないしね。デイン行くぜー。はい。さあ、オールゴミの攻撃だ、問題は。このターンのオールゴミの攻撃怖いよ。ここが問題だぞ。いやー、オッケー、大丈夫だ、余裕だわ。あ、大丈夫、余裕。ギズモしか食らわないから大丈夫。ギズモなんとか抑えてくれ。頼む。お前の体勢見せてくれ。せーの。はい、65。順調。65しか食らわないのかよ。ギズモお前どんなんだよ、お前の地元体勢。やべえな、65は。オッケー。いいよ、チャンス出てきたよ。ナイス。勇気しっかり貯めて。いや、でも知ったために勇気貯まりづらいな、やっぱ。さあ、ただ、次のターンあたりで光の玉使って勇気貯めたらいいんだけど、その方がいいよね、多分。削り切ることもなんとなくできそうなんですけど、このパーティー。一応削り切ること可能だね。どうしようかな。いや、私は負けないってか。いや、大丈夫、避けるよ。ああ、大丈夫、いや、耐えます。うわあ、無理、光の玉なんて使ってらんない。光の玉なんて使ってらんないよ。よく耐えたな。ネタリン。やばい、それは。HP とりあえず全開したよ。HP とりあえず全開ね。これ、ウルミウム絶望してるよ。あの、HP がね、全回復したよ、賢者の石。賢者の石、HP 全回復してるからね、今回。
お前、俺が今びっくりしてるよ。全回復やべえって思ってるんだよ。よっしゃ、行け、ムスラウト、大友の攻撃、行くぜ、おらー。いいよ、打点取れてる、いいよ、いいよ。普通にいい感じ。あ、でもこのターンに、会心出ればたまるか。いい打点の刃で会心出ればたまるって感じかな。ナイス、それはナイスだよ。あ、勇気たまんねえか。おいてはラッキー。いてはラッキーだな。大丈夫か大丈夫かこれ。一気に押し切ろう。ここは押し切っていいと思う。さあ、まだわからない。ヒッターナレーして、あ、いいよ、勇気溜めていい。もうまさか削り切れるとは思わないけど、弱点取れてるのがでかいな。やっぱメラで炎の呪文を打ち出す。あとギズモ全員で勝ち。はい、ナイスマジかよこいつら。はい、せーの、降り注ぐ。はい、よいしょ、ナイス。すごいじゃん。え、すごいじゃん。 HP、 え、 HP1 も食らってない。待って、 HP1 も食らってない。やっぱ強いんじゃねえかこのパーティー思い上がってもいけない。やばいの来たやないか。ほら、いや、白目とはいえこれはもう無理なの。とりあえず開幕勇気の一撃出すか。とどめ一撃だった。勇気の一撃ってなんだ。必殺アルテマソーダウン、いくぜ。いけアルス、頼む。もうお前ね、3000とかじゃなくて6000削ってくれよ。もうよし、とりあえず半分は削ってる。ここからがもう、てかこの、まずこの一旦耐える、大丈夫、泣き払う、あの、だ大丈夫、あ、避けれるよ、避けれるよ、みんな見極めろ。うおーうおーうおあ、ハグリーハグリーハグリー、もう戦況読めてきた。いや、これは怪しいけど、なん使うしかないか。4ターン目さ、4ターン目は特技確定だからさ、できればね、4ターン目に瞑想とか使いたかったけど、さすがに手段選んじゃいられないだろう。ハグリー、一ターンダメ、なぜ止まったお前。なんで止まったお前。ああ、マヘドなら大丈夫じゃない？マヘドなら大丈夫じゃない？これ。ギズモがどんぐらいで耐えるかですね、問題は。ああ、まあまあまあ。で、オルゴダミーナ何が都合が悪いかっていうと、さっきまで人間形態で聞いていたデインとかメラの効果がね、全然ないんですよ。で、メラに至っては耐性持ちになっちゃうんで、オルゴさん。ああ、まあそうだよね。いや、でも、削りいけんの、え、でも力いくつだっけ？あ、会心で265だもんな。確か18だよね。ってことは、やっぱりメラの方がいいか。メタルザメの力ってさ、確かワーストなんだよな、モンスター中。会心出てんのはいいんだけどさ、メラの方が出るか、耐性持ち。あ、耐性持ってても意外と出るな。意外と出るんだな。へぇー。もっとた、あ、なんか効かないと思ってた。耐性持ちじゃない？あれ？おかしいな。まあいいや。さあ、意外とワンチャンあるかもしれない。ワンチャンあると思う。はい、全員よいしょ、打っていけん。いいよ、あ、あるか。3ターン目5つ稼働の可能性あるよ。うおちょっと待て、ちょっと待たない、避けろ避けろ避けれるよ。おい、順調だ。4ターン目はね、天地邪法が身も心の叫びなんですよ。だから天地邪法はどうなんだろう。あ、でも天地邪法なら耐えるんじゃない、ワンちゃん。身も心の焚き火もやばいけど、いや、ワンちゃんあるかこれ。本当に待って、ワンちゃんあるんじゃねえかこいつら。どうする。ああ、まあでもダメージで倒れることはないかもしれない。よけろ、よし、ギズモナイス、めっちゃギズモナイスよ。まあこの回復は仕方ない。次はイテツカードがマヘド。待って、5ターン目はどっち来ても大丈夫だなってことは、5ターン目はイテツカードがマヘドなんで、どっち来てもまだ耐えれる。これ待って、ワンチャンあるぞ本当に。え、これ本当にワンチャンある。え、ワンチャンあるんじゃないこれ本当に。大丈夫、いける。5ターン目の行動的にいけるぞこれ。マヘドとイテツカードだもんね。このターンはほぼ食らわないもん。で、6ターン目にも攻撃のチャンスがある。あ、いける、これいける、いける。はい、いけるぞギズモ、
ギズモ決めろ決めろ来たやった神の呪文ゲーフリーサーサーゲーやったーやったー奇跡起こったえぇ、嘘でしょそんなことあるんだやばいえ、最強チームかこれもしかしてどんなチームでも負ける気しねえわ、ちょっと。もう、すいません、こっち大魔王倒したパーティーなんですよ。ちょっと待てー！うわー！やっぱダメだ！